モンドニエドは、スペインガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ、コマルカダマリーニャセントラルに属する。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は4183人、人口密度は29.3人、平平方メートル。住民故障は、男女同系でミンドニエンセ。モンドニエドフェロシ教区の司教座があり、現在も司教がこの地に在住する。 カリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.08%。モンドニエードは、ルーゴ県北部に位置し、面積は1 4 2 7 k ル。北は、アルフォストフォスト、南はパストリーサと、リオトルトと、東は、ローレンサーと、西は、アバデの各自治体と接する。人口は、自治体を構成する15の教区に散らばっている。人口規模は、 ボス、ブレーラに次いで3番目であるが、コマルカダ・マリーニャ・セントラルの中心自治体となっている。アルゴモウソ教区のスペーナには霊神道路小入道があり、その奥行きは7500メートルで、ガリシアで最も規模が大きい。また、マスマ川の支流とロンセーダ川にはいくつもの滝があり、バリーニャ・ダーレス川の頃の滝と並んで自然の美しい景観を成している。モンドニエドは、 モンドニエードを司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。モンドニエードのある谷には、ドルメニア、ソニアンにあるようなカストロ、ペトログリフといった、考古学上の遺跡物が数多く残されている。このことは新石器時代には、この地にはすでに人の定住があったことを意味する。モンドニエードについての最も初期の記録は、女王、ラ賀が、 ホスのサン・マルティーニョでモンドニエードに置かれていた司教座を現在のモンドニエードのバルデブレアあるいはバリブリアに移したことについてである。1156年カスティーリアアルフォンソ7世がモンドニエードに死の資格を授与。1182年から1230年の間、司教座は入職を奨励するためにリバデオに移転。自治体主張はガリシア民族主義ブロックの マヌエル・オルランド・ゴンサール・スクルス。自治体表議員は、ガリシア国民党、5、ガリシア民族主義ブロック、4、ガリシア社会党、2となっている。モンドニエードは15の教区に分けられる。ありがとうございます。